ポートレース福岡お正月恒例の新春開運特選レース、今年も今日から戦いが始まっています。すでにレースは終盤戦、特賞カード第10レースのメンバーが登場し、4号艇の古澤が本番では一つ内に入るでしょうか。対戦メンバーです。1号艇山市哲也、2号艇松田大志郎、3号艇山崎武史、4号艇古澤光則、5号艇永田圭司、6号艇川野芽衣、以上6名による対戦です。人気の中心は1号艇の山市哲也となっています。今日の前半レースは角に入ってまくって快勝、近況のリズムの良さそのままのレースを見せました。さあその勢いで新年は連勝発進となるでしょうか。山市の陰線に期待の票が集まっています。2コースは2号艇の松田大志郎です。昨年12月は連続優出で1年を締めくくっています。2号艇松田が2コースから、そして本番手3コースには4号艇の古澤光則となります。前半レースは鮮やかな逆転勝利を収めています。4号艇古澤が3コース、角の4コースにベテラン3号艇山崎武史です。第10代名人はまだまだ元気いっぱい、前半は逃げて1着。5コース5号艇永田圭司、大外は6号艇の川野芽衣、1番2番4番3番5番6番の並びスタートしました。1番4番3番この辺りが覗いたスタートから出ていきます。2コースも伸び返していって1幕の旋回へ、逃げる1号艇山市をまくったのは2号艇の松田、1号艇4号艇ちょっともつれ合ってしまってアクシデント、その間に先頭2号艇松田が抜けています。スタートは前提正常でした。先頭は2号艇松田、2番手5号艇永田、3番手6号艇川野が続いて、3艇が1幕付近でもつれ合ってしまっています。2幕折り返してくるのは4号艇の古澤が、2号艇の松田が先頭、2号艇の松田が先頭です。なおこのレース1番が妨害のため失格、1番山市は妨害のため失格となりました。上位体系は2番5番6番でこれから2周目1幕の旋回です。なおこのレースは3艇がアクシデントに巻き込まれてしまいました。1番は妨害失格、3番が転覆のため失格、そして4番もエンストのため失格となりました。縦に長く2番5番6番の順でこれから2周2マークの旋回となります。トップで回ってくるのは2号艇の松田大志郎です。2番手が5号艇の永田圭司、6号艇川野芽衣が3番手、上位3艇は2番、5番、6番でレースは最終周回に入ります。先頭は1周1幕はまくっていきました2号艇の松田大志郎です。レスキューの外を回していきます。最後のバックへ2号艇の松田、続いて5号艇の永田圭司、3番手6号艇川野芽衣、上位体系は2番5番6番です。この2、5、6の組み合わせ、3連単ノッツは 368.6 倍となっています。先頭は大きなリードでラストターンマークを回りました2号艇の松田大志郎です。その後ろは5番6番と続いて間もなくゴールです。先頭2番五輪、5番五輪、6番五輪。なおこのレースは1番が妨害のため失格、3番は転覆のため失格、4番はエンストのため失格となりました。第10レースの確定は1着2番、2着5番、3着6番以上でした。ここでファンの皆様にお知らせいたします。この後水面では事故艇の処理作業を行います。お待たせしました。
第11レース特別選抜戦です。1、2、3、そして4、5、6、コースはここ枠なりとなりそうです。ボートレース琵琶湖マスターズリーグ第10戦3日目、終盤11、12レースは得点増しのレースです。11レース特別選抜戦、各点ゆっくりとこれからホーム側に入ってまいります。まずインコース1号艇福岡山市哲也、2コース2号艇埼玉前田光明、3コースに3号艇滋賀吉川昭夫1、2、3です。4コース4号艇広島石田剛、5コース5号艇群馬柴田光、6コース6号艇山口水永照夫です。ここはまずインの1番の山市が人気の中心です。そして地元3番吉川昭夫、今日前半戦は4着でした。あとは2番の前田の組み合わせも人気です。枠なり3対3となります。5番の柴田が今日前半戦は逃げてシリーズ初勝利を挙げています。外3艇から進入開始、進入コースインコースから1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。第11レース特別選抜戦、1秒前スタートしました。緩やか中へ込みでしょうか、内2艇まずはいいスタート。1周の一島熊、1番山市からまくり出してきたのが5番の柴田光、柴田が2番手争い、ここはまだしかし3番2番5番3、4番と接戦から、今は2番3番が競り合い、すぐ後ろ4番の石田が続きます。スタートは正常でした。先頭は1番山内からず、あとは2番手争いが3手4手入り乱れそうです。2マーク折り返し、2番手内を2番の前田、外を全速で3番吉川ですが、わずかですが2番の前田が2番手、判定審査が3番の吉川が3番手、1番2番3番そして4番5番6番、現在は番号順枠順で2周1マークからバックに入ります。1番2番3番変わらず、これで単独先頭1番の山市哲也、2番手2番の前田もリードを取りました。3番手3番の吉川昭夫1、2、3、そして4、6、5となりまして、まもなく第1ターンマーク、2周第1ターンマークです。1番山市が先頭、2番手2番の前田、3番手3番の吉川1、2、3、これで上位3艇は落ち着くか、最終周回に入ります。うちの船がまずいいスタートでした。インから1番の山市がコンマ1台のトップスタート、そのまま逃げ切り、後ろ2番手争いが1周のバックでは3艇4艇大接戦、そこから2番の前田光明が2番手、3番手3番の吉川で、そのまま変わらず1番2番3番で第2ターンマークへ。1番山市哲也、これでシリーズ3勝目となります。最終の第2ターンマーク折り返し、1、2、3、最後の直線コース、まもなくゴールを迎えます。まず先頭1番山市が5人、2番手2番前田、3番手3番吉川、その後は4番5番最後6番がゴールしました。以上第11レース特別選抜戦でした。第11レースの確定をお知らせいたします。1着1番、2着2番、3着3番、以上でございます。上空雲に覆われてまいりました。ボートレース琵琶湖 G3 マスターズリーグ第10戦シリーズ5日目、レースは11レース2つ目の準優勝戦です。コース取りは1、2、3、4、5、6、枠なりの模様です。対戦メンバーとコースです。インコースは1号艇福岡山市哲也、2コース2号艇広島島川光雄、3コースに3号艇福岡桂林博、
4コース4号艇長崎中島誠一郎、5コース5号艇埼玉後藤博士、6コースに6号艇地元滋賀山本光雄が入ります。やはりうちの船から注目人気のようで、まずインの1番の山市、そして2コース2番の島川の組み合わせ、このメンバー中では2番の島川のみが今日前半戦は1着でした。島川は初戦2500勝を達成しまして、その後も連をキープ、準優メンバー18名の中でも安定度はこのシーズンダントツの2番の島川光雄です。1、2、3、そして4、5、6、追い風がまた少し出てまいりました。3メートルぐらいです。外3艇から進入開始、進入コースインコースから1番2番3番ダッシュ4番5番6番、第11レース準優勝戦1秒前スタートしました。3番桂林がわずかにスタート慎重だったが、あとのメンバーほぼ揃ってインからまず1番の山市哲也、まくり出す3番の桂林が少し波にはまったが、2番の島川も波にはまってしまった。さあここはまずは先頭は1番の山市哲也、後ろ2番手には4番の中島、3番手3番桂林、その後は2番5番6番後方3手は内からほぼ並んだ状態です。スタートは正常でした。先頭1番の山市から、そして2番手は4番中島誠一郎、3番手3番の桂林博士で、これで定冠それぞれ開き始めております。単独先頭1番の山市、そして4番の中島、3番桂林、上位3艇そのままこれから2周の第1ターンマーからバックに入ります。少し3番の桂林が振り込んで、さあその後ろから2番の島川、現在4番手、どこまで追い上げて3番の桂林と捉えることができるのか。1番4番上位手はほぼ落ち着いてまいりました。あとは3番手2周2マーク、1番山市から4番の中島、3番手3番の桂林はキープ、後続3艇が2番の島川、5番の後藤、最後6番の山本です。先頭の1番山市、これから最終の第1ターンマークを折り返しバックになります。2番手4番の中島、3番手3番の桂林、これを追って2番の島川です。島川が1周の1マーク振り込んでしまいました。現在はまだ4番手1番4番3番で最終の第2ターンマークへ。最後の直線コース、1番4番3番手も3番の桂林キープか、まもなくゴール、先頭1番の山市哲也がゴール、2番手4番の中島、さあ3番手今2番3番並んでゴールとなりました。写真判定、そして5番6番がゴールしています。最終の2枠で3番の桂林振り込んで、そこを2番の島川が内から並んでまいりまして、3着4着はただいまゴール写真判定中。ただいまのゴールは写真判定中、3着争いは写真判定となりました。確定が出ますまでもうしばらくお待ちいただきたいと思います。お待たせしました、まもなく11レースの確定が出ます。第11レースの確定をお知らせいたします。1着1番、2着4番、3着2番、以上でございます。今日から NHK の大河ドラマ麒麟が来るが満を持して始まりますが、水上の戦国時代を駆け抜けた戦歴20年からおよそ50年に及ぶ強者たちが琵琶湖に集結して行われてまいりました。
G3 マスターズリーグ第10戦、いよいよ最終日、ジュニアス優勝戦、一体ゴールには誰が来るのか、早くも陣取り合戦始まっています。注目のコース取りです。まずインコースには1号艇福岡山市哲也、2コース2号艇広島上平慎二、3コースには4号艇地元滋賀吉川清が入ってきました。隣4コース6号艇福岡藤丸コーチ、この吉川藤丸のコース取り、今3、4コース、そして残る2艇は後方に引いて3号艇広島角羽もサムは5コースの角大外と6コース5号艇長崎中島誠一郎とスタート点地と同じコース同じ進入サール4対2で収まります。さあまずまず穏やかな競技水面です。ここはインの1番山市が人気の中心です。地元4番吉川清、最終日も整備に余念がなくピストンリングを交換してこの大一番に臨みます。外2艇から進入開始、進入コースインコースから1番2番4番6番ダッシュ3番5番第12レース優勝戦スタートしました。まずうちの船がいいスタートが1周の内幕、インから1番の山市が好スタートか、山市が押し切っていく、山市が先頭でバックに入って後ろ早くも水が空きました。2番手には2番の上平か、3番手斜め後方には4番吉川、これを追って6番の藤丸が現在4番手、5番手5番の中島、最後に3番の角浜です。先頭1番の山市から第2ターン幕を折り返しスタートは正常、2番手2番の上平真嗣がしっかりとキープ、3番手も4番の吉川明夫、13艇が1番2番4番後続6番5番3番です。徐々にリードを広げています。1番の山市哲也、このまま単独先頭ペースか、そして2番手2番の上平慎治、3番手地元4番の吉川明夫、膨らみながらも4番吉川現在3番手キープ、6番の藤丸が4番手ついています。それぞれ定冠が開いてまいりました。女子選定が1番2番4番後続6番5番3番で第2ターン幕2周第2ターン幕を折り返し、1番山市から2番の上平、そして4番の吉川が3番手変わらず最終周回入ります。インからトップスタート1番の山市哲也がコンマ1台前半のスタート、そのまま一気に押し切っていきました。琵琶湖では51周年記念以来の17年ぶりの優勝が見えてまいります。 G1V を含む52回目の優勝まで残りあと半周となります。1番の山市哲也しっかりと陰線期待に応えました。2番手2番上平、3番手4番の吉川も単独3番手変わらず最終第2ターンマーク繰り返し、1番2番そして4番で最後の直線コース、通算52回目の優勝となります。1番山市先頭で5人優勝、2番手2番上平、3番手4番吉川、その後は6番藤丸、5番の中島、最後3番の角浜がゴールいたしました。以上最終第12レース優勝戦でした。それではこの後確定放送ウィニングラン選手表彰までしばらくお待ちください。第12レースの確定をお知らせいたします。1着1番2着2番3着4番以上でございます。雑誌や今日から月をまたいで6日間にわたりお送りしますボートボーイカップオール福岡選抜戦、闘志満々やる気満々の地元メンバーの熱血バトルの今シリーズ、さあ始まりましたサンライズ V 戦第1レース。1号艇は山井哲也、2号艇国広翔平、3号艇田道実、4号艇富永太一、5号艇小川浩二、6号艇は田中弘樹です。1号艇山市哲也、琵琶湖マスターズ優勝しての闘志入り、芦田前回昨年12月優勝、
当地4度目の制覇を飾っています。開幕勝利狙っての一戦、未コースには3号艇前節の V モーター手にした3号艇の田道実、2号艇の国広翔平は3コースから、4コースが4番の富永太一、5コースが6番の田中宏樹、そして大外から展開つくかアウトレッサー5号艇の小川浩二。サンライズ V 戦第1レース3対3のスタイルインコースから1番、3番、2番、4番、6番、5番の並びです。スタートしました。第1レース、さあスリットを仕掛けていく4号艇富永、一周一幕の旋回、4号艇富永がまくっていく、刺してくるのは6号艇の田中、握った5号艇の小川浩二、バックストレッチまくった4番の富永先頭、並んで追走は1番の山市と6番の田中。スタートは前提正常でした。一周の2マーク、4号艇の富永に攻める1号艇山市哲也、さあホームスイッチ、4番の富永膨れた内側から小回り、1号艇の山市が若干のリード、追う格好となった4号艇の富永食い下がる、1号艇4号艇並走、その後ろ定冠離された、3番手には5番の小川、追走を移る6番の田中、3番の加藤、一周の1マーク、トップ旋回は1番の山市哲也、2番手が4番富永太一、上位2艇は1番と4番です。その後ろ3番手が5号艇の小川浩二、後続は3番田道、6番の田中、最後方が2番の国広。西の2マーク、トップ旋回は1号艇山市哲也、2番手が4号艇富永太一、3番手が5号艇小川浩二。レースはこれより最終周回に入りました。先頭は追い上げました1号艇の山市哲也です。3周の1マーク、トップで旋回、そして惜しくも2番手が4号艇富永太一、3番手が5号艇小川浩二、上位の体型は1番、4番、5番です。この1、4、5、3連単オッズは 25.5 倍。開幕勝利を向かって最後のホームストレッチ、1号艇山市哲也、2番手が4号艇富永太一、3番手が5号艇小川浩二、まもなくゴールです。先頭1番五輪、4番五輪、5番五輪、6番五輪、3番五輪、2番五輪、以上前提五輪しました。第1レースの確定は1着1番、2着4番、3着5番、以上でした。固定で争うサンライズ Y 戦第4レースを迎えました。1号艇は山井哲也、2号艇山崎武史、3号艇長島雄一、4号艇石倉陽子、5号艇国広翔平、6号艇富田城、以上の6人の選手によって争います。1号艇山井哲也、シリーズ開幕戦の引戦は抜き手の勝利でした。ここは進入固定の一戦、今度は押し切るか、注目期待は集まっています。2コースには手堅く成績まとめている2号艇山崎武史、オール船券絡み3号艇長島雄一、3コースから4コース角には4号艇石倉陽子、昨日は逃げで勝利、初日後半の減点を立て直しました。5コースが5番の国広翔平、そして新人レーサー6号艇富田城がサイアウト6コースです。
進入固定レースサンライズワイズ戦第4レース枠なり3対3インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。第4レース若干中へこみのスタート。さあスリットを伸ばしていく1号艇山市哲也、1周の1枠インから逃げる1番の山市、枠出し3号艇の長島、差しのハンドル2号艇の山崎でしたが届きませんでした。インから堂々押し切った1番の山市が先頭。スタートは前提正常でした。一周の2マーク取って旋回は1番の山市哲也、2番手は4番の石倉先行した。切り込んでくる2号手の山崎、3号手の長島バランスが崩れました。さあ2番手は2号手の山崎と4号手石倉の接戦、2番4番ヘッソ、その後ろに3号手の長島。一周の1マークトップ旋回は1番の山市、2番手2号手山崎の筒と握った4号手の石倉陽子、バックスイッチ2号手の山崎武史、4号手の市倉陽子、それに絡んできた3号手の長島雄一、3番2番4番がヘッソ、後ろは5番の国広、6番の富田。さあ焦点は2番手、西の2マークは3号手の長島先行する。切り込んでくる2号手の山崎、4号手の市倉、2番手は3番の長島雄一がわずか1点身のリード、追いかける4番の市倉陽子と2番の山崎武史です。3周の1マークトップで旋回は1番の山市哲也、そして2番手3号手長島ずっと握ってアタック、4号手の石倉陽子、2番手は3番の長島がキープ、3番手が4番の石倉、若干手が離されました。他番の山崎、上位の体型は1番3番4番です。ラストターンマークトップで旋回は1号手山市哲也、2番手が3号手長島雄一、3番手が4号手石倉陽子、まもなくゴールです。先頭1番ゴールイン、3番ゴールイン、4番ゴールイン、2番ゴールイン、5番ゴールイン、6番ゴールイン、以上前提ゴールインしました。第4レースの確定は1着1番、2着3番、3着4番、以上でした。ボートレースアジアボートボーイカップオール福岡選抜戦シリーズの5日目、進入固定で争うサンライズワイズ戦第4レースを迎えました。1号艇は山市哲也、2号艇安藤浩二、3号艇大場元明、4号艇川添秀政、5号艇荒牧渚、6号艇町鳥優希、以上の6人の選手によって争います。順位メンバー3人が内枠です。進入固定の引戦は1号艇山市哲也、2コース今シリーズ2日目後半から盛り返した2号艇の安藤浩二、3コースは近況好調のハンドルさばきで今シリーズも予選を突破、3号艇大場元明、4コース角4号艇川添秀政、予選最終得点率は安藤と同率も上位着順差、時点に泣きました4号艇の川添、その悔しさを場に戦います。5コースが5番の荒牧渚、6コースが6番町鳥優希、進入固定サンライズワイズ戦第4レースインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。第4レース内枠算定がスタートを除きました。一周の1マーク、インから逃げる1号艇山市哲也、幕出し狙う3号艇の大場元明、2号艇の安藤は流れてしまいました。3
先頭は1番の山市哲也、2番手が3号艇大場元明、追走する4番の川添、5番の荒牧。スタートは前提正常でした。一周の2マーク、トップで旋回は1番の山市、2番手3号艇大場のうち運んだ4号艇の川添、ホームストレッチ2番手は川下、3号艇大場元明、上位2艇は1番と3番です。その後ろ3番手は4号艇の川添、食い下がってくるか6号艇の松鳥優希。西の1マーク、トップ旋回は1番の山市、2番手が3番オーバー、3番手4番の川添手政、僅差の4番手が6号艇町鳥優希、後ろは5番の荒牧渚、最後方は2号艇安藤浩二。西の2マーク、トップで旋回は1号艇山市哲也、2番手が3号艇大場元明、3番手4号艇川添手政、僅差の4番手が6号艇町鳥優希。レースは最終周回に入りました。上位2艇は安全圏、1番の山市哲也と3番の大場元明、3番手4号艇の川添に迫るか6号艇の町鳥、3周の1マーク3番手4号艇の川添のうち切り込んでくる6号艇の町鳥優希、さあバックスイッチ、4号艇の川添に食い下がる6番の町鳥、4号艇6号艇3番手は接戦となっています。ラストターンマーク、トップで旋回は1号艇山市哲也、2番手が3号艇大場元明、3番手4番の風打ち切り込んでくる6号艇の町鳥、3番手は4番か6番か間もなくゴール、まずは先頭で1番五輪、3番五輪、4番6番の順で五輪、5番五輪、2番五輪、以上前提五輪しました。第4レースの確定は1着1番、2着3番、3着4番、以上でした。今日はとても暖かく気温が高い日となりました。連日ポカポカ陽気ですが、さらにそれを上回って先ほどの第7レースではなんと20度をマーク、そして今ちょっと陰ってきて19度を示しています。競争水面風向きは向かい風4メーターほど。登場しました予選競争の第8レースです。メンバーは1号艇福岡山市哲也、2号艇福岡魚谷香織、3号艇佐賀上野慎之介、4号艇福岡小池君雄、5号艇長崎石橋道友、6号艇福岡古澤光則、以上のメンバーです。内から市二さん456、1号艇の山市哲也、イン1コースになっていきます。ここまで大きな着が続いていますので、インから何とかしていきたいところです。2号艇の魚谷香織が2コース進入です。66周年の優勝モーター19号機、3号艇の上野慎之介、いいスタートを決めていきます。引っ張って4号艇の小池君雄、 G1 初出場、今日の前半の2レースで G1 の初1着を決めました。この後は水神祭の予定があります。5号艇の石橋道友、今日の前半は3コースから2着です。そして6コース6号艇の古澤光則、すでに2勝マーク。進入体系はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました第8レース、1号艇、2号艇、3号艇、内側3艇が揃ってきました。1周1マークはまず1号艇の山市がインから回っていく、3号艇の上野がマグリアス、2号艇は波に沈められてしまいました。1番のインコース、3号艇の上野慎之介マグリアス、ちょっとへさきがかかっています。
スターター前提正常でした。さあ完全に入れてきた3号艇の上野慎之介、残す1号艇の山市哲也、3番手は4番6番、一緒に巻くは3号艇の上野が先に回ってそのまま行きます。1号艇がここは失速、そのままアクシデント模様となってしまいました。3号艇の上野が抜け出して、そして2番手は6番と4番です。なお1号艇の山市哲也が転覆のため失格、1号艇の山市哲也転覆のため失格となりました。レースは2周目のバック側、先頭は3号艇の上野慎之介、そして6号艇の古澤光則2番手、3番手が4号艇の小池君雄です。2周リマーク、今からレスキューを避けてきます3号艇の上野慎之介が先頭、そして6号艇の古澤光則が2番手、3番手は4号艇の小池とホーム側に移ります。上位の体型は3番、6番、4番で、レースはこれから最終周回です。後ろは5号艇の石橋道とも、最後方が2号艇の魚谷香里。3周の1マーク、先頭3号艇の上野慎之介、3コースからスタートよくまくり足がうまいこと綺麗に入っていきました。そして6号艇の古澤光則2番手です。3番手が4号艇の小池君雄、上位の体型は3番、6番、4番です。この組み合わせ3連単のオーツ364は115倍を示しています。4番手が5号艇の石橋道とも、最後方が2号艇の魚谷香里。最終コーナー3号艇、6号艇、4号艇と折り返し、第8レースまもなくゴールです。先頭3番ゴールイン、6番ゴールイン、4番ゴールイン、5番ゴールイン、2番ゴールイン。なお1番の山市哲也は転覆のため失格となりました。第8レースの確定は1着3番、2着6番、3着4番以上でした。お客様にお知らせいたします。まずピット離れ、3号艇浅田千秋が後手に回る格好、4号艇関野がその内側を突こうとしましたが、5号艇花田和明本番レースも回り込み、しかし後枠両者は譲らぬ構え。本番レースはどのような並びとなってくるか、いよいよ予選ラストのカードです。第10レース予選競争丸亀特賞、1号艇山市哲也、2号艇宮野原幸喜、3号艇浅田千秋、4号艇関野綾、5号艇花田和明、6号艇石田剛、以上6選手の対戦です。一着勝負に挑む山市哲也、絶好枠で予選ラストのカードを迎えます。今日の1走目は1マーク、抵抗を受けて最後方でありましたが、執念の追い上げを見せてこのレースに望みをつなげました。23位からの逆転突破を目指す1号艇山市哲也、2コースには2号艇現在得点率2位に君臨宮野原幸喜であります。3着以内に入ればトップ3入り、初の重賞戦絶好枠となりそう。そして5号艇花田和明、6着大敗は禁物のカード、3コースに進入、角の4コース4号艇関の矢もこちらも逆転狙って1着勝負に挑む角1、6号艇石田剛、5コース6コースに3号艇浅田千秋。予選ラストのカード、第10レース予選競争丸亀特賞、1番2番5番ダッシュ4番6番3番スタートしました。インコースからトップスタート決めていった1号艇山市哲也、このまま逃げ切りたいところ。2号艇宮野原が2コースから刺していく、バクるのは5号艇花田、内からは4号艇3号艇6号艇佐藤も刺し決まったか。2号艇宮野原が1号艇山市哲也を捉えて並んでいく。それでも執念でなんとか1着が欲しい1号艇山市、第10レーススタート正常です。しかし一周にマーク内側から一転し先行した2号艇
号艇宮野原がコーナー先取り、角度をつけて切り込む1号艇山市哲也でありますが、ここで抜け出しました2号艇宮野原幸喜、独走5艇身リード、1号艇山市哲也が2番手、3番手には4号艇関野綾、上位体系は2番1番4番、後方は5号艇3号艇6号艇が続いています。レースは2周目1マーク、2番1番4番の体制、2号艇宮野原幸喜が先頭、1号艇山市哲也2番手、4号艇関野綾に切り込んでいった5号艇原田和明が追いついてくる、絞り込もうとする4号艇関野ですがねじ込んだ、追いついた5号艇原田、5号艇4号艇3番手争い並走、2周2マークです。先頭は2号艇宮野原幸喜、2番手1号艇山市哲也、3番手内から外を牽制しながら5号艇原田和明、ここで逆転成功、3番手4艇身リード、上位体系は2番1番5番と変わって最終周回に入っています。1着が欲しい1号艇山市哲也、インコースからゼロ台の気迫のスタートを見せたんですが、2コースからズバッと2号艇宮野原幸喜差し込んでの勝利ということになりそう。そして響きエンジンながらここは奮闘しましたが、1号艇山市哲也惜しくも2番手、5号艇原田和明3番手、2番1番5番、後方4号艇6号艇3号艇が続きます。予選ラストのカード第10レース予選競争丸亀特賞、先頭は2号艇宮野原幸喜、1号艇山市哲也惜しくも2番手、5号艇原田和明3番手、2番1番5番でゴール、先頭2番宮野原ゴールイン、2着1番山市ゴールイン、3着は5番原田ゴールイン、4番関野ゴールイン、6番3番ゴールインです。第10レースの着順確定をお知らせいたします。1着2番、2着1番、3着5番、以上でございます。第10レースの払い戻し金はご覧の通りです。ファイナリスト6名が決定、明日優勝戦が行われるわけですが、明日からしばらくは無観客、全国のボートレース場場外ボートレースチケットショップではお客様のいない中でのレースということになります。ただ電話投票はご利用いただけます。ファンの皆様方にはお茶の間で選手に声援を送っていただければと思います。これより丸亀市議会議長杯シリーズ4日目締めくくりのカードです。第12レース一般競争ラストバトル、1号艇山市哲也、2号艇深川和人、3号艇長島真希、4号艇中辻隆人、5号艇吉村誠、6号艇西野翔太、以上6選手の対戦です。優勝戦と見まがうほどの強力メンバーが揃った今日メインカード、今シリーズのレベルの高さを物語るメンバーということになりますが、1号艇山市哲也ががっちりとインコースに進入、そして地元2号艇深川和人が2コースに構えました。その果敢なレーサー込みも大いに見せる今シリーズです。2号艇深川、3コースには3号艇長島真希、ここまでがスロー、角市4コースに4号艇中津井隆人、6号艇西野翔太が5コースに進入、5号艇吉村誠6コース、第12レース一般競争ラストバトル、1番2番3番ダッシュ4番6番5番です。スタートしました。スロー勢がわずかに優勢、インカのトップスタート、1号艇山市哲也押し切るか、1号艇山市が先手を取って、2号艇深川和人が差しに構える、まくり出すのは3号艇長島真希、内から4号艇6号艇も鋭く迫りますが、ここは踏ん張っている1号艇山市哲也が先頭を絞り込む、2番手争い2号艇深川和人と3号艇長島真希、後方4号艇6号艇5号艇、12レーススタート正常です。一周にマークは1号艇山市哲也、内をつく2号艇深川に握っていった3号艇長島真希がここで混戦抜けて単独2番手5艇身リード、2号艇深川和人3番手、1番3番2番内側からへさきをかけようと4号艇中津井隆人、3番手走る2号艇深川を捉えにかかる、レースは2周の1マーク、前に選手1番3番3番手最短コースファール4号艇中津井の懐つく2号艇深川和人ですが若干後席に足を取られた、逆転成功、4号艇中辻隆人が3番手に浮上、1番3番4番と変わっています。3艇審査外に持ち出す4番手2号艇深川和人、後方は5号艇6号艇が続いています。
1番3番4番2周にマーク、果敢に攻める2号艇深川、しかし内から応戦4号艇中辻隆人、しかし外側からまた差を詰める2号艇深川和人、その差は判定審まで来た。最終周回に入っています。しかし3番手の際は4号艇中辻が優位に進める。1番3番4番3周1マークから向こう上面、先頭1号艇山市、2番手3号艇長島真希、3番手は4号艇中辻がここで振り切って再び3艇審先行する。1番3番4番4番手2号艇深川和人、後方は5号艇6号艇が続きます。シリーズ4日目の締めくくり第12レース一般競争ラストバトルは1番3番4番先頭1号艇山市哲也、2番手3号艇長島真希、3番手は4号艇中辻隆人が優勢。上位体系134でゴール、先頭1番山市ゴールイン、2着3番長島ゴールイン、3着4番中辻ゴールイン、2番深川ゴールイン、5番吉村ゴールイン、ラスト6番西野ゴールインです。第12レースの着順確定をお知らせいたします。1着1番、2着3番、3着4番、以上でございます。第12レースの払い戻し金はご覧の通りです。全国的に風の強いレース場もあるようですが、ここ福岡はホーム左横風が2メートル前後となっています。気温は8度、前半レースからほぼ変わらないコンディションでレースが進んでいます。初日の戦い、ただいまから特選カード第11レースを行います。1号艇福岡の山市哲也、2号艇埼玉の中田智也、3号艇福岡の青木幸太郎、4号艇滋賀の片橋幸孝、5号艇静岡の藤田達弘、6号艇愛知の野口克弘、以上の6名です。横一列に 1,2,3,4,5,6 と並んでいます。白い勝負服は地元山市哲也、今日前走ではまくりを決めました。さあここはインから今日連勝を狙う戦いです。2コース2号艇の中田智也、3コース地元の3号艇青木幸太郎、今日前走ではフライングを喫してしまいました。引いた位置4コース角が4号艇の片橋幸孝、5コースは5号艇の藤田達弘、初日はここ1回走り、6コース6号艇野口克弘、3対3枠なりでインコースから1番2番3番4番5番6番スタートしました。インから1号艇の山市、好スタートを見せました。その後も1号艇の山市が優勢、まずは1号艇の山市、3号艇の青木が外をつけて回りました。こらえて残している1号艇の山市ですが、波に引っかかって後退、ここは3号艇の青木が前へ出ます。スタートは前提正常でした。まくりから3号艇の青木がトップに立って2番手に残す1号艇の山市、後ろは接戦です。まずは3号艇の青木、続いて1号艇の山市が折り返し、前の2人は3番と1番です。3番手は2艇並走、4号艇片橋の外に並ぶ6号艇の野口、4番と6番ピタリと並んで大時計前を通過しています。2周1マーク、3号艇1号艇と回って3番手争いは4号艇の片橋の外を握っていきました。6号艇の野口克弘、ここで6号艇の野口が突き放してきました。単独3番手、水が空いて4号艇の片橋幸孝が4番手、その後方に2号艇中田智也、5号艇藤田達弘、2周の2マーク3号艇の青木が先頭で折り返し、続いて1号艇山市、3番手6号艇の野口です。まだ離されない4番手が4号艇の片橋で、レースは最終周回です。1周1マークではまくっていきました。3号艇の青木幸太郎、そして2番手に1号艇山市哲也、先回る4号艇の片橋、これを指して6号艇の野口がさばいています。3番手は6号艇の野口がキープ、上位体系3番1番6番です。
316の3連単オッズは 303.1 倍です。さあ今日前走フライングで少し人気を下げていましたが、ここはまくって先頭に立ちました。3号艇の青木、2番手1号艇山市、3番手6号艇の野口、先頭3番ゴールイン、1番ゴールイン、6番ゴールイン、4番ゴールイン、2番ゴールイン、5番ゴールイン、以上前提ゴールインしました。第11レースの確定は1着3番、2着1番、3着6番、以上でした。だんだんと天気が崩れる予報でしたが、とうとう福岡でも雨が落ち出しました。シリーズ3日目後半カードへと入ります。福岡県知事杯争奪、福岡都市圏開設30周年記念競争、ただいまから第7レースを行います。1号艇福岡の山市哲也、2号艇愛知の酒井陽介、3号艇長崎の宮地博、4号艇埼玉の佐藤翼、5号艇長崎の岡本太志、6号艇福岡の川上武史です。さて各選手コースの思惑ですが、それぞれ枠番主張に動いています。インには1号艇の山市哲也、崩れなく来ています。ここは絶好枠からの戦い、地元の山市。2コースが2号艇の酒井陽介、3コースは3号艇宮地博です。4号艇は佐藤翼、スタート慎重でも道中はスピードターンを見せています。角に4号艇佐藤翼、5コースは5号艇オール船券絡みの岡本太志、そして6コース6号艇の川上武史。昨日は連勝、今日はこのフリー枠をまずしのぎたいところ。本番では3対3となりました。枠なり進入インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番スタートしました。 1,2 コース山市と酒井が好スタートの踏み込みを見せましたが、4角から4号艇の佐藤が出ていく1マーク、1号艇の山市が逃げるところ、まくっていったのが6号艇の川上、内からは4号艇の佐藤ですが受け止めています。先頭は1号艇の山市哲也、スタートは前提正常でした。まくりも差しもしのぎました。1号艇山市が逃げて、2番手接戦は4号艇の佐藤と6号艇川上です。1号艇の山市がトップで回り、4号艇の佐藤が先行して、6号艇の川上、ここは少し攻めがあぐねまして、4号艇の佐藤が2番手抜け出しました。6号艇川上が3番手、上位体系1番、4番、6番です。2周1マーク、先頭でターンする1号艇の山市、続いて4号艇の佐藤、3番手は6号艇の川上、上位陣定冠ばらけています。1番、4番、6番の体勢、その後方に2号艇酒井陽介と3号艇宮地博が並んで、最後方5号艇岡本太志。2周の2マークからホーム側、1号艇の山市哲也が先頭で、迫り来る2番手が4号艇の佐藤翼、3番手は大きく離れて6号艇の川上武史です。1号艇の山市、佐藤が迫ってきていますが、さあ先頭守るでしょうか。最終1マークも1号艇の山市がまずは待って狙ってきます。4号艇の佐藤翼、こらえている1号艇の山市が先頭キープ。4号艇佐藤2番手、6号艇川上3番手、上位体系146、このまま146なら3連単は 5.1 倍です。さあラストターンマークです。先頭で1号艇の山市哲也が折り返し、4号艇の佐藤翼、ここは2番手まで、6号艇の川上武史3番手。第7レースまもなくゴールです。先頭1番ゴールイン、4番ゴールイン、6番ゴールイン、3番ゴールイン、
5番と2番、2番と5番は接戦でゴールイン、以上前提ゴールインしました。第7レースの確定は1着1番、2着4番、3着6番、以上でした。今風はさほど強くはないんですが、向きが安定せず待っていまして、ホームの追い風が中心とはなっています。ボートレース宮島の同心スポーツ杯開催3日目、カードは中盤戦で第5レースランチタイム特勝戦です。対戦メンバーは1号艇山市哲也、2号艇石田昭弘、3号艇が黒柳弘隆、4号艇は北川幸則、5号艇篠原俊夫、6号艇宇田川真一、以上6選手の対戦。枠なりで推移します。待機行動、インコースは1号艇人気を背負って山市哲也、ここまでリズムは良くない山市でありますが、船足は悪くないだけに踏ん張りどころの3日目、まずは陰線。2コース2号艇が石田昭弘、こちらもコメントは一息でありますが、ここまで堅実な走り。3コースを引きました。角市3号艇が黒柳弘隆、出入りが激しくなっていますが、ターン回り両下で気配アップ。4コース4号艇北川幸則も回り足が上々、回り足が一息でありますが全体的に上々。5コース5号艇が篠原俊夫で、6号艇宇田川真一、6コース本番は2対4。第5レースインコースから1番2番3番4番5番6番でスタートしていきました。インからトップスタートは1号艇山市、センター勢も覗いていく1周1マーク、逃げていく1号艇山市に3号艇の付け前はブロックされて、内をついて2号艇4号艇5号艇篠原も間を割ってくる。さあバックストレッチは先頭だけ押し切って抜け出した1号艇独走山市哲也、2番手争いは残る5艇の大激戦、2号艇石田の外に3号艇黒柳、内から4号艇北川、最内6号艇宇田川もやってきた。スタートは正常でした。1周2マーク、トップ旋回が1号艇山市、2番手は6号艇先手を取った宇田川を刺して4号艇2号艇握って3号艇流れて、ホーム側で2番手は4号艇北川が一歩リードに停止、3番手2号艇石田の外から並んで6号艇宇田川。レースは2周目に入って1マーク、3番手争い6号艇宇田川握っていくが大回り流れて、内からくるっと3号艇が小回りして、そこに2号艇が詰まってしまって、バック側では6号艇の宇田川が3番手に上がりました。上位の体型1番4番6番、4番手は5号艇の篠原、その後ろに3号艇2号艇と続いています。2周の2マークをトップは1号艇の山市、2番手は4号艇北川、3番手6号艇宇田川の牛からくるっと5号艇小回りで詰め寄った篠原。さあ3番手争いです。トットワーク勢が土壇場並んでレースは最終周回です。先頭はインからしっかり踏み込んで速攻、1号艇山市イン逃げでトップ、3周1マーク、2番手は4号艇北川、3番手3号艇黒柳を抑えて先に5号艇握って6号艇ですが、3番手は逆転5号艇篠原、上位体系1番4番5番です。1番4番5番、この組み合わせは3連単 29.7 倍、1番4番2連単 3.8 倍でラストターンマーク。トップは1号艇山市、2番手4号艇北川、3番手5号艇篠原が逆転さばいて上位体系145。第5レース先頭1番ゴールイン、4番ゴールイン、5番ゴールイン、6番3番ゴールイン、ラスト2番がゴールイン。第5レースの確定は1着1番、2着4番、3着5番、以上でございました。
ファンの皆様おはようございます。ボートレース宮島第2回同心スポーツ杯予選の戦いは終了し、18名のセミファイナリストが出揃いました。誰が勝ち上がるのか、終盤3つの準優勝戦を中心に本日5日目の熱い戦いにご期待ください。水面上は第1レースのファーストバトル、満潮時刻を過ぎたばかりで潮は高い状態です。風はスタートラインに対しての追い風がごく緩やかに渡る程度。さあコース取り特に目立った動きはありません。枠なりの待機行動で、インは1号艇人気の中心山市哲也です。3日目に逃げとまくりで連勝、伸びは上々です。山市がここは準優前に勝ち星追加を狙う一戦。2コースは2号艇谷川翔太、3日目にイン逃げで1勝しています。3コースは3号艇篠原俊夫、ここまで大崩れはありません。4コース角は4号艇杉山勝正、3日目5コースから抜きで勝っています。5コースは5号艇落合潤、6コースからが6号艇中岡健人。枠なりの3対3、角は4号艇杉山、一方インは人気の中心山市哲也。第1レース進入インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。インからトップスタートは1号艇山市です。1と1マークにかけて向かっていく。逃げる体勢が1号艇山市。まくりに来た2号艇3号艇は届かずに、 V 字は切り込んできた4号艇杉山でバック側に入ります。さあここはイン逃げ解消。先頭は1号艇山市哲也、リード4艇身で4号艇の杉山勝正2番手。杉山も後方に水をあけ、3番6番5番2番が追走しています。スタートは正常でした。2マークトップで1号艇、続いて4号艇、3号艇は3番手旋回、V 字は6号艇が運んできまして接近していますが、3番手は3号艇篠原。今リードは2停止ぐらいで、体型は1番4番3番です。4番手から詰めて6号艇中岡で、これから2周の1マーク。3号艇篠原が3番手旋回、その後ろから6号艇の中岡が迫ってきているんですが、ここもかわしています。3号艇篠原俊夫、しかしまだリードは2停止ぐらい。4番手からは6号艇中岡、後ろ水がいて2号艇谷川、最後方が5号艇落合潤です。これから2周の2マーク、僅差の3着争いですが、3号艇が先に回って V 字は差を縮めて切り込んできた6号艇中岡。さあ完全に並べてきたか、直線でわずかにボート半分だけ3号艇の篠原が覗いていますが、懐から6号艇の中岡が完全に並びまして3周の1マーク。内側から6号艇中岡がコーナー先取っていく、回して差し返す3号艇篠原、バック側に入ってもほぼ並んだ形、3着争いは続いています。今内側に3号艇篠原俊夫、アウト側に6号艇中岡健人、一方先頭は逃げて人気に応えた1号艇山市哲也、2番手は4号艇杉山勝正。3着争いは3号艇が6番を牽制するように回って再度リード、体型143です。第1レース先頭1番ゴーリン、4番ゴーリン、3番ゴーリン、6番ゴーリン、2番ゴーリン、ラストで5番ゴーリン。第1レースの確定は1着1番、2着4番、3着3番以上でございました。ホームの追い風がごく緩やかに渡っています。水面コンディションは穏やか、そして最終日のここまで序盤戦も人気サイドの流れとなっています。中盤に移ってどうした流れにとなりますか。最終日の同心スポーツ杯カードは第5レースのランチタイム一般戦です。1号艇が山市哲也、2号艇谷川翔太、3号艇山根博樹、4号艇武富智明、5号艇が落合明宏、6号艇杉山勝正、以上6選手の対戦。枠なりの待機行動、高枠勢から順にホーム側に移ってきます。陰線が人気の1号艇山市哲也、
ここまで逃げとまくりで3勝をマーク。順位は6着大敗でした。巻き返して帰りたい。まずはイン戦2コースが2号艇谷川翔太、3日目にはイン逃げで勝って1勝を挙げています。3コース3号艇山根弘樹、山根はまくり差しと逃げで2勝。昨日の順位は見せ場なく5着。角1に4号艇武富智明、武富は差しと逃げで2勝をマーク。 中盤以降はまずまず。そして5コース5号艇越智明弘で6号艇杉山勝正、6コース3対3でインから1番2番3番4番5番6番でスタートしていきまして、6艇きれいに揃ったスタートとなりました。さあ一周の1マークは逃げる発艇1号艇山市、3号艇外前膨れて内をついては2号艇4号艇間を5号艇も割ってきて、バックストレッチは速攻決めて早くも5艇身ぶっちぎり、1号艇を山市トップ。2番手は2号艇の谷川が優勢、外から3号艇山根、すぐ後ろに6号艇4号艇5号艇3艇並んでスタートは正常でした。1周2マークをトップ旋回が1号艇山市、2番手2号艇が外前、6号艇くるっと回った内をついて3号艇の山根、ホーム側に戻って先頭は安全圏です。1号艇の山市哲也、2番手争いは2号艇谷川が一定身しのいで、3号艇内から山根が一定身差の3番手、外に3、4定身遅れて6号艇杉山4番手。2周の1マーク接戦の2番手争い、内を伝って3号艇山根が先に回る、2号艇は差し返して2番手キープ、リードを2、3定身。上位体系1番2番3番です。3停止遅れて4番手に6号艇杉山、その後ろ水が空いて4号艇5号艇の順。2周の2マークトップは人気に応えて1号艇ぶっちぎり山市哲也、2番手は2号艇の谷川守って3番手くるっと6号艇杉山小回り、握った3号艇山根が流れて3番手争い並んできました。内に6号艇杉山、外に3号艇の山根と並んだ3番手争いで、レースは最終周回1マーク。トップは堂々のインディゲ披露で1号艇4勝目に向かう山市哲也、2番手2号艇の谷川翔太、3番手先に回ったのは内から6号艇杉山、差し返して3号艇山根も粘る、今度は内外入れ替わって内からじわり一定身覗いていく3号艇山根に、外から追って6号艇杉山でラストターンマーク。トップは1号艇山市、2番手2号艇谷川、3番手3号艇たっぷり回しを取って回る山根に対して内を狙う6号艇杉山の差しでありますが、3号艇山根が優勢。1-2-3、先頭1番ゴールイン、2番ゴールイン、3番6番ゴールイン、4番5番でゴールイン。第5レースの確定は1着1番、2着2番、3着3番以上でございました。